誰も気づかなかった本当の原因とは、麻生太郎の陰謀でも、高市さないのクーデターでもなかった。さて、交付金2000万円への違和感。第50回衆院議員選挙の投開票が行われ、自民党の大幅な議席減が確定した。事故を合わせても過半数に満たず、大物議員や原則大臣、さらには公明党代表などが次々と落選する。近年稀にビル与党の大敗となった。自民党は今回、 裏金問題が決着を見ることなくくすぐる中で、苦しい選挙戦に臨むこととなった。その逆風をさらに強めるダメ押しの一手となったのが、共産党の機関誌である新聞赤旗の10月23日の報道だった。非公認の候補が代表者を務める自民党の政党支部に、総選挙の工事を、党から政党交付金2000万円が支給されていたことが明らかになったのだ。 今回の衆議院選挙で自民党から公認されなかった候補者が代表を務める政党支部に党本部が選挙の工事後に2000万円を支給していたと一部で報じられました。森山幹事長は党政拡大のための活動費として支給したものだ。候補者に支給したものではないとするコメントを発表しました。今回の衆議院選挙では政治資金収支報告書に収入を記載していなかった自民党の全議員10人が 党から公認されず、無所属で立候補しています。NHK、ニュース、ウェブ、自民、非公認の候補者が代表の政党支部に2000万円支給。報道、2024年10月24日より引用。個人的には自民党を支持しているわけではないので擁護をしたいわけでもないのだが、それでも公正を期するため普言しておくと、野党、およびその支持さ、やめりアはこれを、裏金だ、とか不正だ。 といった論調で非難したが、あくまで政党支部に支給される政党交付金であって、個人に支給される政策活動費とは別物だ。手続きに不正なプロセスがあったわけではなく、規則に準じて行われたものであり、法的にも問題はない。しかしながら、たとえ暴法であり、 手続き的にも正当であっても、裏バネ問題で非公認になった議員が代表を務める支部に、満額の交付金が支給されることに世間が納得するかどうかは別の問題だ。自民党は、こうした、道理的論な、大きるリスクがあることを想定しておかなければならなかった。特に今回の衆院選のように、最初から逆風が強烈だった選挙戦に臨むにあたってはなおさらだ。たとえ暴法的なプロセスであったとしても、 対外的に、寿司は通らないじゃないかとか、事実上の公認用ではないかといった批判を受け得る、好きを与えるべきではなかっただろう。裏バネ議員の主公認を決めた段階で、その議員が支部の代表を兼務している場合は退任させて、別の代表者を立てるなどしておけばよかったのだ。今回は選挙戦の最終盤でも、 まだ4割近い有権者が態度を決めかねていたようだ。この報道を受けて最後の最後で自民党への投票を止めた有権者は少なくなかっただろう。しかしながら、冷静に考えてみればある種の違和感も覚える。不自然すぎる脇の甘さ。というのも、非公認になった裏金議員が支部の代表を務めている状態で、支部が交付金を真ん中受け取ったら、性的やマスコミからよからぬ言いがか,かりをつけられるリスクがあるということに、 党内の誰も気づかなかったというのは常識的に考えてありえないからだ。そのあたりのうぞうむぞうが集まった歌方政党ならともかく、百戦年間の自民党が、このようなリスクを誰一人として事前に全く想定していなかったというのは現実的に想像しにくい。いくら何でも脇が甘すぎる。私は最初、石橋省を後ろから追っている。高市総理爆弾を諦めきれない。民が赤旗にリークしたのか 一方、陰謀説じみたことを考えたりもしたのだが、仮にそうだとしたら、自民党は壊滅状態になってしまうような状況をあえて、引き起こしてから高市総理にバトンタッチするのは好ましくない。もっと温当な形で石破しを拡作するのが妥当だろう。自分たちの議席を失うリスクを猛烈に広げてまで石破接客を狙うのは、合理的な行動ではない。よって理育説はそこまで妥当ではない。本件を含め、 先虚性を始まって以降の自民党のブタブタについて、石橋一脚を狙った陰謀、グーレターの類ではないとしたら、と改めてじっくり考えてみたのだが、真相はもっと至近というか、言うなればボクボク、えせば、な話だったのではないかと思い立った。端的に結論を言うと、自民党やその関係者の持つ石橋主のために、という、熱量、が、現場で動く人々それぞれの中で、 ちょっとずつ小さかったのではないかということだ。陰謀でもクーデターでもなく、もう少しわかりやすく言えば、石場さんのために、徹底的に細かい部分までチェックして、一分の隙間でないようにワックアップしなちゃ、と、奮起する気持ちがみんな微妙に少なく、誰もがちょっとずつ手を抜いていた。それが積もり積もった結果として、 思いもよらない局面で、極大の地雷が爆発してしまったといった流れが実情に近いのではないだろうか。麻生派の陰謀でもなければ、高市市らのクーデターとかでもなく、誰もがちょっとずつ、ほとんど無意識的に、ごく小さくサボってしまい、他のリーダーなら決して見ようと、さなかったであろう部分もなあなあになってしまった。そういう、緩み、から生まれた隙を赤旗が見逃さなかったのだ。これは、 企業勤めの人には馴染みのある光景も知れない。主流派の失世街道から外され、同僚や部下からも人望が薄く、普段何をしているのかもよくわからない。会議に来たら何か言っているようで何も言っていない空虚な発言ばかりを繰り返して癖癖され、しかし終身雇用に守られているので首だけは切られないで済んでいる。お飾り感の晴れなばかり管理色。そんな人物が収める部署に、 上役の気まぐれで急に大きめの案件が降ってきた時に起こるあれと同じだ。石破さんのために尽くす人がいなかった。この人に恥をかかせるわけにはいかない。ぽ、部下が一丸となって頑張るムードが生まれず、ちょっと緩んだ雰囲気を誰もが感じつつ、それでもとりあえず事務的にやること流行る。途中で、待てよ、これ。ってもしかして、放置してたらぼでやばいことになるんじゃないかぽ、直感ばつげるような、何か。 お見つけても、いちいち報告をあげるようなことはしないまあ、報告したって、お前が処理しろ、とか言われそうでめんどくさいし、黙ってればいいかと、悪気なくちょっと手を抜いてしまう。そうして誰もが見てみぬふりをしていた。あれ、打実は極大の地雷で、ここぞという大事な場面で爆発。という具合だ、皆さんの会社でも似たようなトラブルに覚えばあるのではないだろうか。新首相就任後の自民党のごたごた感は、 つまりそういう話だったのではないだろうか。仮に安倍晋三や岸田文雄がリーダーだったなら総理、これ絶対後でやばいことになります。と、飛び込んでくる副心が少なからずいたはずだ。だが石橋省の場合はまあ石橋さんだし、そこまで捨てやる義理はないか。と、誰もが無意識的に判断して、熱量高く石橋省のために頑張るぞモード、になってがむさらに動くことができなかったのではないだろうか。今思えば、 石橋が総理に就任した時に撮影したあの集合写真の騒動も人望のなさとそれに起因する種類の熱量の小ささによって重大なインシデントが起こることを暗示する。ある種の伏線だったように見える。次なる展開が待ち遠しい限りです。この報道に対して、 海外からは、総理の首がすげかわっただけで投票先が変わるほど単純なものではないと思うが、政治資金の問題は有権者が引き金を引いたにすりない。失われた30年政府は議員たちは何をしていたのか、毎年のように物の,の値段が上がる物価上昇、アメリカや中国との関係、少子化、人口減時代の経済対策など考えて課題は山ほどあるが、目の前の課題解決で何も考えてはいないだろう。 政治家ももっと学んで考えてほしい。県米に活動して結果が出れば、戦長運動も必要なくなるはずだ。いろんな考え方の人がいるのに権力維持のために一枚岩になっていたのが自民党。今回の過半数割れをきっかけに杉市長に基づいて分裂していくのが日本の民主主義にとってベストのシナリオ。日本は、英米のような二大政党制は無理だから、四の勢力で、バランスを取るのが良いと思う。結論は、 国会で議論して決めていけばよい。今の政党は、みんな死死母体の顔色見てるから国民から分かりにくくなっている。企業、団体の献金禁止をしないと30年の停滞からは抜け出せない。党も、自民敗北の原因が裏金等のように書かれているが、実際は経済だろう。給料が上がらない。雇用が安定しない。などで不満を持つ人が多かった。アンケートでも経済財政を投票基準にした。 する人は50%近くに上っており政治改革は20%程度であった報道はもっとまともにしてほしいちなみに日本保守党は3名の当選者を出したが未だに諸派と記載されている社民党はたった1名なのに名称で記載されている何か意図があるのか公正な報道をしてもらいたいまず 以前からマスコミが言うほど石橋に国民人気があったのか疑も、次に石橋の支持されていた点は不器用だ実属だと思われていたこと、上の二つが違った言葉総理になることで自民党の看板となって選挙したことで露呈した。これに、さらに裏金問題が転覆された結果ではないかと思う。安倍晋三氏なら政和会、安倍派、岸田氏なら高知会、岸田派、というしっかりとした派閥があり。 それに支えられていた。石橋にはそれが全くない。自分を本当に応援してもらえる派閥が作れない器では総理には向かないということでもあるかなぁとも思いました。赤旗法は確かに、その後の逆切れも相まって、今回の大敗を決定づけたとどめになったと思う。その赤旗法の背景にあったのは、岸で筆者が推測しているような事情も確かにあったのかもしれない。ただ、 根本的な敗因はもっと前の段階にあり、それは石橋省の手のひら返しに多くの有権者が失望していたということではないか。選挙戦序盤、過半数は各保かという楽観ブードが漂いつつも議席を減らすことは確実視されており、端から逆風が吹いていたのだ。それは、総裁選での自身の主張をことごと工夫して、党内野党の面でを全く潜めてしまった石橋省自身の変身への逆風だったのではないか。 仮に石橋省が、往年のパパ小泉のごとく自民党をぶっ壊すと嘘吹き、総裁選での主張そのままに総選挙に臨めば、少なくとも、立民をはじめ野党は戦いにくかっただろうし、結果、ここまでの大敗を喫することもなかったように思うのだ。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また。